くら軽視されようとも、法自身がその価値を証明するでしょう。準備、目にまぶしくは映るまい。このガベルは重いわ。覚悟しておきましょう。皇天のあなたたちの罪はもう弁明の余地もないわ。相手がな、あなたたちの罪はもう弁明の余地もないわ。剣を抜くまでもない。皇天の法律は手段だ、目的じゃない。準備や気にさせて。一方的な判決では実質的な変化は何ももたらせません。重要なのは判決を下した後にどう執行するかです。ドクター、あなたの素晴らしい行いをしかと見届けましたよ。